ビルマカラヤマドリは、キジモクキジカヤマドリ属に分類される鳥類。タイ北東部、中華人民共和国、ミャンマー北東部インド、ミャンマー北西部全長オス九十から九十六センチメートル、メス四十八から六十センチメートル、翼長オス二十点六から二十二点五センチメートル、メス十九点八から二十一センチメートル、体重オス一キログラム、メス零点七キログラム、 お歯は、やや長い。交際は、交褐色。くちばしの色彩は、象牙色。甲子の色彩は、灰色。卵は、長径4.9センチメートル、短径3.5センチメートル。卵を覆うからは、単光色やは、ピンク色を帯びた白。オスは、頭部から、頸部は青みがかった黒や灰色で覆われる。胴体は、赤葛色の羽毛で覆われ、背に、アルファベットの、 V 字上の白い筋模様が入る。翼には2本の白い筋模様が入る。お葉の色彩は白で、褐色や黒の横島が入る。メスは、全身が褐色の羽毛で覆われ、黒い半紋が入る。腰は、羽毛の外縁が白の黒い羽毛で覆われる。腰は、羽縁が白の青い羽毛で覆われる。標高1200から2700メートルの下倍に、双本やシダが密生した。 明けた、常緑紅葉樹林、その周辺にある岩場や草原などに生息する。植生は雑食で、果実、陸生の貝類などを食べる。繁殖形態は卵生。3から5月に木の根元や茂みなどに1回に6から11個の卵を産む。放卵期間は27から28日。開発による生息地の破壊、狩猟などにより、 生息数の減少が懸念されている。ありがとうございます。